2020年10月16日から31日まで神奈川県横浜市の白楽駅西口より徒歩25秒のカフェ・ドゥールさんにて展示をしています宮崎愛と申しますよろしくお願いします展示作品はこちらの動画でもご覧いただけるようにしましたので私のグダグダなトークとともによかったら見てってくださいテーマは「ショック」ですカップ焼きそば今年は中秋の名月が 10月1日ということもあって、まあ展示とはかぶらないんですけども、ちょっと月を書いてみました。で、カップ焼きそばのカロリーってすごく高いんですけど、やっぱ夜中に食べるとね、うまいですよね。あの背徳感がいいのかもしれないけど、最近はね、焼きそばじゃなくて油そばとかも増えてますけど、やっぱりカップ焼きそばが私は好きです。レッツクック。私がラース・フォントリアが好きで、 名古屋にちょっと住んでたことがあるんですがラーソン・トリアーズというサックスとかトランペットトロンボーンがいるバンドを作ってたんですねその時のライブのフライヤーがこの作品なんですがこの時は当時はですね私スーザホンという楽器をやってまして本当腰がやられました豆大福を出すそれだけの能力もうね豆大福しか出せないんですよ でも、それが、出せればいいと思います。あの、平和だよね。やっぱみんなをね、こう、幸せにする能力って、すごい大事だと思います。でも、他がダメかもしれないよね、この子はね。なんせ、それ、それだけの能力だから。種芋少年。小学校の時とかに、あの、 芋の栽培みたいな授業があって水栽培だったかなであのぐぐんんん育つんですよねあのどんどん芽が出てきてもうそれがねすごい可愛くてあのもうそれでいいんじゃないかなこの授業みたいなのがありましてね。チップ 脳のね、スライスが、まあ、チップスだったら面白いかなっていう。この絵は、そうですね、3年前ぐらいになるのかな、この絵も。えー、っと、その時も、線画で出してたのを、新たに色をつけてみ、えー、ました、今回のために。チンバッソ。これ、金管楽器の、 低音域を、あの、低音パートを吹く楽器ですね。えー、チューバーと同じ音域が出るのかなチューバーも金管楽器なんですけど。で、この楽器をね、個人所有してる人っていうのはね、まあ、見たことも聞いたこともないですね。なかなかね、運搬もしにくいんでね。えー、食欲の巻き巻か。 発音がちょっと違ったね。えー、まあ、あの、薪をね、背負うときは気をつけましょうということですよ。特にこの秋、秋に薪を背負うと、こんなことになっとるかもしれないですね。なんせ、後ろが見えないんでね。だから薪を背負うときはね、要注意ということだと思います。やめろーんやめろーんみたいな。 感じですよねなぜね高級メロンなんでねあのー、いろんな危険が伴うってやっぱねいい食材にはね危険が伴うんですよだそこのねリスクというかねあのみんな気をつけてねということですよねあのいつ狙われるかわかんないですからね人間ね食べり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 かな あの私福岡出身なので、あのちょっとね、方言ネタも入れたいなと思って、食べなっていうのをね、あ食,べ食べよう、食べる、まあ、食べりとか、食べないとかって言ったりするんですよね、食べないとかだと、食べないじゃないのって言われたりしてね、もう本当、意味が分かんないです、方言は、まあね、そんなもんなんで。 えー、シュッシこれはねシュシュせない,いかんやつですよこんだけねスイーツがあのスイーツのを後ろに控えとればねであの一番上のねペロペロキャンディーっていうのがねもうあの夢の食べ物ではあるんですけどもう全然おいしくないっていうねまったくまったを書い,いてみました。 えー、これあのー、図録の方にもねちょっと1枚のっけたあのー、私の好きな作品の一つなんですが「待、えっ、ーま、たけ」みたいなイメージかな「まったけ」かもしれないですね。あのーまあのま高級食材なんでねやっぱりねこういうねリスキーな出来事はねいつ何時起こるかわかんないです。 すったりんごとスリリングをねかけてますよ。こういうのねかけてますよとかねダジャレですよとかっていうのねほんとね恥ずかしいんですけど、まあ、一応あのー、音声案内っていうことでねこういうね恥もさらしていかない,いかなっていう、あの本、ー、当ね身に染みて思いました。すうまいですよね 「おかしなナース」「ナ」がね2つ並んでるとねもう「ナナナナ」って言いたくなっちゃう病でありますねあのまあそんなことはどうでもいいんですけどナースが夜な夜なねこんな得体の知れんものを抱え病院の廊下を笑いながら歩いてたらグッときますねハロウィンの時にだけ現れるという謎のナースみたいなね 祝杯念がねね飛んんででくるんですよ、ね、だ,だるまをなんか描かなきゃいけないなーっていう念が飛んできてね、えー、こういう作品となりました「肉じゃがの山の中でねお酒をロックでいただきの」あの幸せな空間ができつつのもういつ何時誰かに襲われるかもしれないご神様にねオーニングスターを持ってるっていうねそんなんだったらかっこいいですよね。 ご新用のモーニングスターってうちも一個欲しいなと思っていますタコパフェタピオカに続きタコパフェが流行るんじゃないかなって女子高校生たちがねタピルならぬタパルとかねいっそうタピオカとタコパフェを一緒にしてタピタパロータピタパローとかっていうのが流行るかもしんないですねまあ私は食べないですけどね アアイアンマカロンアイアンメイデンっていう拷問器具がありましてあれのフォルムがねすごくくるっとるのであのちょっと知らない人はもう見てもらいたいな調べてみてもらいたいなと思うんですけども、まあ、剣の刺さっった人型カンケと思ってくれればいいですかねこの作品は前に書いたものの組み合わせでもあります。 おにぎりスライダー魚沼さん大概のものは魚沼さんじゃなくてもおにぎればうまいと思うんですよねでそれをトロンボーンによってトロンボーンのスライドの位置によって握る圧力が変わったりふっくらだったり固めだったりするわけですよおそらくまあこんなよくわかんない絵なんですけど意外とね海外の。 方のあの楽器吹きの反応が良くてびっくりしちゃったっていうねえでもありますお待たせしましたえー、とりあえずね到着しましたという感じですかねあのー、この頭にかぶってる方はねもうこ,こういうこうなのかもしんないですね出前命でラーメンが好きすぎてえー、こうなりましたという感じなのかもしんないです 目玉ショートケーキいちごの部分がねあの赤い目玉だでもあの意外とあっさりね何の抵抗もなく気づかないんじゃないかなと思ってでそうですねあと吹き出しを作ったはいい,いんだけどちょっとね書きたいことをね忘れてもうたのでねもうそういう時はね忘れた時はね忘れたって言おうというあのちょっと前向きなね 前向きかどうかわからんけど、ザパワーオブフードこの作品で書かれてる食べ物は実際にカフェドゥーズさんのメニューの一部でもありますえー。私はちょっとあのコーヒーとお酒ちょっと飲めないんですけど、他本当にね。あの美味しくておすすめのメニューです。このコーヒーのアイコンはカフェドゥーズのマスターと愛知県の陶芸家加藤美紀子さん酔いどれ？アーティスト？ 前のトンさんとの合作のアイコンを使わせてもらいました。どうもありがとうございました。後半戦終わりました。お品書き一覧ですね。あのもうこれもただただ見てるという本当にあのー、これからまたちょっと絵も増えはしないかな減りはしないですね少なくとも貴重な時間をどうもありがとうございました。宮崎愛でした。